皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は効率よく背中を大きくしていくためのおすすめ種目を3種目ご紹介していきたいなと思っております。まあ、背中といえばね、男性であれば誰しもこう逆三角形の肩幅が広くてですね、そこからこうウエストに向かってキュッと締まるようなね、綺麗なラインというのは、トレーニングしている男性であれば誰しもね、憧れるものであると思うんですけども、背中のトレーニングってやっぱり自分の目で見えないこともあって、効いてるのかどうか分かりにくい、そういう部位でもありますし、実際になんとなくこういろんな種目やってみるけど、ちゃんと筋肉がついてるかどうか実感が湧かないっていう方も結構いらっしゃるので、今回はね、そんな方のために背中を効率よく大きくしていくためのポイントと、じゃあそのポイントを押さえてどんな種目をやったらいいのかっていうところについてね、ご紹介していきたいなと思っております。では種目の紹介に行く前に、まずその背中をバランスよく効率よく大きくしていくためのポイントをご紹介していくんですけども、大きく分けてね、2つあります。1つ目は上から引いてくる動きと前から後ろに引いてくる動きと、この2つをね、両方しっかり取り入れるということにあります。私がいろんな動画でね、トレーニング種目の組み方とかでね、解説をしてましたけども、上半身を鍛える時には前に向かって押す種目、上に向かって押す種目、上から下に引く種目、前から後ろに引く種目、この4つの動きをね、しっかり取り入れましょうっていうふうにね、何回も申し上げてきましたけども、背中の場合はやっぱりこのね、上から下に引いてくる、ラットプルダウンとか懸垂とかですよね。で、前から後ろに引いてくる、これがシーテッドローとかね、マシンのローイング、ベントオーバーローなんかになるんですけども、この2種類の動きをしっかりバランスよく入れていくことが背中を効率よく鍛えていくのに重要になりますので、ラットプルダウンだけやっとけばいいやとかね、シーテッドローだけやっとけばいいやではなくて、このね、上から引く動き、前から引く動きを1回のトレーニングでできればね、両方しっかり押さえてトレーニングしていただくのがコツになります。そして2つ目、これがね、特に初心者の方が見落としがちなポイントなんですけども、お尻とハムストリングの筋肉もしっかり鍛えてあげる、強化してあげるというのが、実はね、背中を大きくしていくのにとても重要になってきます。なんで背中の筋肉なのに下半身のね、お尻とハムストリングが大事なのかというところについて説明をしていくんですけども、実はこのね、ハムストリングとお尻っていうのは、背中に深く関係をしてまして、実はね、背中の広背筋という筋肉とお尻の筋肉っていうのは筋膜でつながってます。胸腰筋膜と言いますけども、ちょうど腰のところにある筋膜を通してですね、広背筋とお尻の筋肉ってつながってるんですね。なのでしっかりお尻を鍛えて、お尻を使えるようにしておくと、例えば懸垂なんかをやるときにグッと引っ張ってくるときに、お尻の筋肉も一緒にギュッと収縮させてあげると、その相乗効果でよりね、広背筋が最大収縮してより効きやすくなる、効率よく効かせるようになるということがあって、しっかりお尻も使えるようにしておいた方が実は背中を鍛える効率も良くなるというのもありますし、あとは背中を鍛える上で、非常に大事な種目になってくるベントオーバーロー、これね、非常に高重量で背中全体を刺激できるね、非常にいい種目なんですね。ローイング系の前から後ろに引いてくる種目ですけども、ただこのベントオーバーローというのは前傾姿勢を維持するのにハムストリングとお尻の力を使うんですね。逆にそのハムストリングとお尻の力が弱くて、この2つの筋肉で体を支えられないと腰を痛めてしまったり、頑張ってやってるけれども全然背中に効かなかったりして、トレーニングの効率がガタ落ちになってしまうので、そういう意味では高重量でしっかりですね、効果的な刺激を背中に与えるためには、実は
その土台になるハムストリングとかお尻の筋肉っていうのもしっかり鍛えてあげる必要があるんですね。これができている方とできていない方とでは背中のトレーニングの効率が段違いになってくるので、しっかり覚えておいてください。ではこのポイントを押さえた上でですね、おすすめの種目3種目ご紹介します。1種目目、懸垂になります。もうなんといってもね、背中の基本中の基本でありながらですね、まあ、自重のトレーニングの中ではかなり負荷が高い種目なので、男性のね、トレーニーの方の中ではまずはこの懸垂を自重で、しっかりね10回とか、まあ、8回とかで、セットを組めるようになる、それぐらいまで筋力を強化していくっていうのがね、まあ、一つの大きな目標になってくるかなと思います。で、自重で懸垂のセットが組めるぐらいまで強くなってくると、だいぶねしっかりと逆三角形の背中になってくると思うので、しっかりねこの懸垂をやり込んでいただいてですね、背中を強化していただきたいと思います。まだね自重じゃ懸垂全然できないよっていう方は、実は別の動画でね、その懸垂の練習方法なんかも解説しているので、ぜひご覧になっていただきたいんですけども、できないからといってラットプルダウンとかね他の種目にばかり逃げるんではなくて、しっかり懸垂のね練習方法もあるので、そういったねやり方で懸垂をしっかり練習していくっていうのがおすすめになってきますので、ぜひ頑張ってね懸垂やっていただきたいなと思います。そして2つ目ですね、先ほどちょっと出てきましたけども、ベントオーバーローになります。懸垂がね、どちらかというと広背筋メインで、鍛えていく種目であるのに対して、ベントオーバーローはどちらかというと背中のこう厚みを作るような僧帽筋とかね、菱形筋あたりを中心として、背中全体を鍛える種目になってきます。なのでこの懸垂とベントオーバーローをバランスよくねやることで、背中をねバランスよく効率よく、大きくしていくことができるので、このベントオーバーロー、ぜひぜひねやり込んでいただければと思います。ポイントのところでもお話ししましたけども、このベントオーバーローを安定してできるようになるには、やっぱりそれなりにですねフォームをきっちりと固める、でそのためにはお尻とかハムストリングの力を強化していく必要がありますので、そういう意味では下半身のトレーニングもおろそかにしないようにしていただくと、このベントオーバーローをねどん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 高重量でできるようになっていきますので、それにつれてね背中の筋肉もどんどん効率よくつけられるようになっていきますので、ぜひ頑張ってやってみてください。そして最後3種目目ですけども、デッドリフトです。このデッドリフトもねしんどい種目、きつい種目ですけども、ぜひぜひねできるようになっていただいて、やり込んでいただきたい種目でもあります。デッドリフトで、まあ、メインで鍛えられる筋肉っていうのは、実は広背筋とかそういう背中の筋肉というよりはお尻とハムストリングなんですね。で、補助的に背中の、まあ、脊柱起立筋とかで、またその補助として広背筋が来るかな、僧帽筋が来るかなっていう感じなので、直接的にこう広背筋とか僧帽筋なんかをダイレクトにね刺激して大きくしてくれるっていう種目ではないんですけども、ポイントでお話ししたお尻とハムストリングをしっかり強化して高重量で背中のトレーニングを安定して行うための土台を作ってくれる種目になるのがデッドリフトです。経験則なので、その科学的な根拠があるわけじゃないんですけども、デッドリフトが強い方ってね、みんな背中大きいんですよ。めちゃくちゃ大きいんですよ。だからそれだけそのお尻とかハムストリングが強いと背中を高重量で刺激できるっていうことでもありますし、デッドリフトってやっぱり超高重量を扱えるトレーニングなので、間接的にね補助的に使うとはいえですね、かなり強い刺激が広背筋とか僧帽筋とか脊柱起立筋にもかかってくるので、そういう意味ではね、そのデッドリフトでも重量をどんどん伸ばしていってね、高重量でできるようになると、それだけでもかなり強い刺激が背中にも加わって大きくしていくことができる。で、相乗効果でベントオーバーローも高重量でできるようになるし、で懸垂もしっかり効かせられるようになるしということで、その背中をね大きくしていくための本当に土台になるトレーニングがデッドリフトなので、できれば床から引くデッドリフトをやっていただくのをおすすめします。パワーラックからね引いてくるハーフデッドリフトとかね、ラックプルなんていう言い方したりしますけども、そういうのも背中をね鍛えるにはいいんですけども、やっぱりベースになる
ハムストリングとかね、お尻をしっかり鍛えていただきたいので、まあ、ジムの、ね、ルールで OK なのであれば、できればね、床から引くタイプのデッドリフトやっていただければなと思います。はい、今回はですね、背中を効率よく大きくしていくためのポイントと、その種目、3種目ご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただいて、大きい背中作っていただければなと思います。その他にもね、この部位のコツをね、教えてほしいということがあれば、ぜひコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。